東京都港区六本木。この街で工房を開き、そのカラフルな色使いの作品が絵画のような色絵磁器と注目を集めている人がいます。陶芸作家前田正弘先生。美術が好きだったもんですから芸大入りまして、で陶芸家に入って、未だ陶器の道を歩んでます。ダイナミックなデザインとカラフルな作品は、さまざまな色が使用できる色絵技法で作られます。絵画が好きだったもんですから、むしろ陶器よりもその絵画の方から、あ、こういうのをやったら面白いなっていうような発想があるんですよね。作家で言えばマチスとか、日本画で言えば東山魁とか、ああいうようなのをこう焼き物の世界に持ってきたら面白いなっていうようなのがあったもんですから、とにかく人のやってない色を探そうとか、そういう面白さはありますね。好きなことやってますから、苦労っていうのはあんまり感じたことはないですけど、まあ、何の世界でもそうでしょうけど、自分のオリジナルをとにかく出していかないと楽しいですよ、焼き物って。前田先生の未来への言葉。明るく楽しく美しく、これからも自由に作り続けていきたいと思います。